しい大会へ、すべての人にすべての力を、をメッセージとして、佐賀2024北スポ全勝スポが嬉野市で開催されます。スポーツはする、見る、支えるが合わさって大きな力となります。さあ、あなたもその一人になって、地域にスポーツの文化を開花させましょう。佐賀2024北スポ全勝スポ見どころナビ。2024年に嬉野市で行われる佐賀2024国スポ全勝スポの競技はレスリング、軟式野球、なぎなた、武術太極拳、スポーツチャンバラ、ボッチャ、電動車椅子サッカーの7つです。今回取り上げるのは佐賀2024国民スポーツ大会の正式競技レスリング。正式競技とは毎年開催される国内最大最高の都道府県対抗総合スポーツ大会である国民スポーツ大会の中で日本国民に広く浸透している競技です。レスリングは2人の選手がマットの上で組み合い、相手の両肩を同時にマットにつけるフォールを決めたり、ポイントにつながる技を繰り出すことで勝敗を競います。試合は3分間2ピリオド、合わせて6分間行われます。2ピリオドを合わせた得点の多い方が勝者となります。種目はフリースタイルとグレコローマンスタイルの2つです。グレコローマンスタイルは上半身だけで攻撃と防御を行います。下半身を使ったり攻撃すると反則になります。鳥栖工業高校レスリング部の島江翔也コーチに教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回はグレコローマンスタイルのポイントにつながる技、反則行為などを教えていただきます。お願いします。お願いします。グレコローマンスタイルは下半身への攻めができない競技ですので、お互いに頭を上げた状態で攻防を行います。今青の選手が赤の選手に対して足をかけた攻撃を仕掛けましたので、注意が一度入りました。ポイントは足になるんですね。そうですね、はい。出ないように粘ってるんですか。そうですね、はい、はい。中野選手は押し出そうとしているんですね。はい、審判が今ゾーンというふうに言っているんですけれども、うん、このオレンジのゾーンに、うん、オレンジのゾーンを背負っている方に対してゾーンです、中に入りなさいというふうに警告を今審判がしているところですね。青の選手が今攻めていない状況ですので、青に攻めなさいと審判がブルーアクションというふうに発声をしております。ブルーアクションと言ってるんですね。はい、ブルーアクションです。ブルーが攻めていなかったので、赤の選手にグラウンド状態で攻めるかスタンド状態で攻めるかの選択権が与えられました。赤の選手はグラウンドからの攻撃を選択しています。足に触れちゃったんですね。はい、足を止めて、相手の投げを阻止しようとしていたので、青の選手にディフェンスからのディフェンスでの反則行為ですので、青の選手にコーションが入りました。足を掴むのはもちろんですけども、はい、足に触れるのもダメなんですね。そうですね、基本的に触れるのも禁止です。試合の中で足に触れちゃうってことはあるんですか。そうですね、よくあるんですけれども、そこをいかに触れないようにして、相手に技をかけていくかというところがグレコローマンの、まあ、見るポイントかなというふうに思います。そういったところも見るのが面白いかもしれませんね。そうですね、ここで返さないといけない。あ、何か返しても、そうですね、返した方がより点差を広げることができるので、赤のチャンスになりますね。うん、
選手はこれ以上点差を開かれないように守るのがベストかなと思います。で赤の選手が曲げた状態で投げたので赤の4点で2回スタンドからの投げ技をしましたので合計で8点入りました。あんなに持ち上がるんですね。そうですね。やはりフリースタイルと比べてダイナミックな技が出やすい競技ですので、そこが一番のグレコローマンの魅力かなと思います。2つ楽しめることができるということですね、はい、今回はグレコローマンスタイルのルールと見どころを紹介しました。ありがとうございました。ありがとうございました。終わりに実演していただいた鳥栖工業高校の選手を紹介します。鳥栖工業65キロ級松原拓郎です。鳥栖工業60キログラム級伊藤海里です。国民スポーツ大会のレスリングは2024年10月6日から9日まで嬉野市中央体育館ユースポで行われます。頑張れ佐賀。